時間のない中で大変ですけどこれで一応フルバージョンで意味上の主語の話は終わり、ね、もうこのあと一年中この話をずっと使うわけです今読んだ英文でも早速これが使いたいから私はわざわざ書いたんです、ね、はいではさっき読んでや書きますよ河川敏 はい、もうこれなんかもうとてもありがちな話だからさそしてさっき読んだ話と全く同じなのでああここでまた同じこと言ってなと思うだけだと思うんだけどね、えー、まずは動詞を確認しましょう、えー、このようにアイデンティファイがいます、えー、それからあとはここにイズ・インバイティングがいますそれから最後にイズがいます、えー、動詞の数は意外に少なくて全部で3つなんで、えー、接続詞関係詞は2つでこのずと、えー、それから頭のイズですねで主節はこいつ 主文は,、ね、はここで始まってて、えー、その前の部分は全体で「副進」先頭の副進はどんなに離れても中心の動詞が完全にここへ来るねでまあこうならこうだって言ってんでしょ <laughs> で訳しますかじゃあまあこれ訳の問題だし書くかい何とかかんとかなら何とかかんとかまると。 えー、いう,ふうにしてみっかね <laughs> はいでえっ、ー、と動詞はアイデンティファイですで、えー、これはもちろんこのアイデンティフィケーションです、えー、これと同じでウィズがついてるのも同じですこれですねねである人物がでウィズ・アナザーにあアナザーが何だか分かんないっていう人、えー、それはちょっとひどすぎる気がねで文脈で考えるんですかってそうじゃないそうじゃないやっぱりこれ書いてるスペースはなさそうだなダメだ消そう で、えー、とアナザーについてですが、えー、アナザーの後に何かが抜けていてわからない場合やること決まってんだよね覚えてみなさい前でワン探すんです前でワンを探しますでそれが見つかったらワンなんとかってなってますのでここにある単語をそのまんまここへ移植しますに でこれ言うとねやってみたんだけどワンないんですよって人何やっうんのワンはア」でもいいんです「ア」でもつまりねアナザーの後に抜けている言葉があったら前でワンかアを探すするとありますよここに「ア」がねそうするとその後にパーソンにいるねアーパーソン」って書きますするとちょっと待ってよとここは整理しないとまずいぞって話になるんですよ何しろ人物が二人出てくるんですよねこう分けとかないとわけわかんなくなっちゃいますねそこでこっち側オレンジのパーソン A さん えこっち側緑のパーソン B さんを作りましょうで A さんが B さんに共感するんですあれは A さんが B さんと同じになるんですね同じになるんですよでほらこっち書いてあるようになんかアイデンティティがなくなるとか書いてあってねでも、まあ、いいんですけど、えー、同じになるんでしょ共感するんでしょで「ToThePoint、えー」to the point. 俺これがびっくりしちゃったのはこの文をねもう誤読してる人いるんですねあなたはこの文とこの文つなげて読まないんですかこれが同じなのに。 でいやそれにさ「to はたとえ前置きの「to であれ何の「to であれまあ右向きの矢印なんですよでポイントは点ですそうすると「to 点だからその点までなんですよねその点に到達するんだからでしかもおそらくその点はこれを指してるんでしょ行き過ぎここまで行っちゃうとっつってんだよねいそういう意味にとりゃいいからまあこれ程度の問題だよねと。 この程度ままで共感するという話、まあ言ってみれば程度を表してんだっていう理解ができるはずなんだけどねそれができないと悲しいよ。でしかもそれがどの程度なのかっていうのはちょうどこの「ソーざッとコうのざっと説そこに書いてあることと同じなんだよ。なおブ以外に書いてあるのはただ問題はここよ。えー、ここに前置のオブがあって、まあ、どの点までかっていうんでねどんな点かっていうのが分かんないから、えー、当然これかかるよね。これかかってる 全違ってそれに対応して当然この「Disagreeing」と「Sympathizing」って名詞があるで問題は「こいつらの意味上の主語ねでその時に話を文脈だとか内容だとかそういったことで持っていっちゃダメだよもちろんこいつの意味上の主語は自動的に全体の主語と一致するので A さんでこれが A さんであるということは当然「Never Disagreeing with Him」の「Him」は B さん sympathizing、ね、with his every feeling の his も b さんつまり a さんが b さんに決して反対をせずそして b さんのすべての気持ちに共感するというところまでそれほどまでに b さんとまあ一心同体になってしまうとすればはいそこで終わったはいで he is inviting the other's affection t o w a r d him でまずあのこの品は当然主語が代名詞なんで、えー、前の主語と一緒だからね前の主語と一緒なんで、えー、前の主語はこいつだから、えー、当然 A さん A さんは「the o t h e affection」ねっ the others なんか気にする場合じゃないアフェクションの意味知らないって人いや分かるだろう。 なんでインバイトはさ「招く」だよね「招く」招くってのはさ「ねこっちへいらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい」って呼んでるんでしょ、ね、でやってきたらどうするのその後疲れまえちゃうんでしょねっ。<laughs> <laughs> あのほらであの私の趣味の一つに野良猫拾うっていうのがあって大騒ぎになってるんですけど今うちの中でまあそれはいいんですがねその野良猫拾う時にさね、まあこっち子猫とはいえ警戒心があるわけですよ、ね、自動販売機の人とかにゃあにゃあとか泣いてんら並んでとか言っていらっしゃいいらっしゃい」みたいなこっちの水は「ああまあいいよ」みたいなで「おいで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 お言っていでおいでおいっていでお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 るでしょでおいでおいでおで ね、つまり何かってゲインと同じ意味ですよでゲインの目的はラブなんでだからアフェクションって今日まで知らなかった人でもああこれはラブじゃん愛ですよ愛を得ようとするんですねで「ディアザー」はもちろん「相手」と訳しますが当然これは B さんで B さんの「愛」を得るんですねで「B さんの愛」っていうんですから「B、さんんが愛するんでする、ね、でね誰を?」って言ったらそれは A さんですねつまりこの人物は A さんでしょ ね、まあ,あのもちろんこれはあの名詞なんですがこう、ね、動詞化して取っちゃったんですよ。でこれに対するってことはこれを愛するっていうのはね。えでその B さんが A さんを愛するっていうその気持ちを招こうとつまり自分を愛してちょうだいって言ってんだよね愛を得ようとしてんだよねだからちょうどこの辺と同じでしょねでしかもそこにこう書いてあるの。Not as he actually is, but as a reflection of the other actually But the as as a is self he でまた今度は仕込み1つしないといけないんだもう大変だよね。